笠岡諸島の一つ白石島では今、島民の家などに眠っていた機織り機や掛け軸、茶碗などを展示した民具展が開かれています。民具展は13日から白石島船着き場からすぐの場所にある松浦邸で開かれており、島民などの協力で集めた品々およそ20点を展示しています。会場には10時の開館とともに観光客や島民など大勢が足を運び、白石公民館の天野忠館長などから説明を受けながら民具展を楽しんでいました。展示は昭和20年代まで白石島で盛んだった機織りの作業工程ごとの民具を一式揃えたほか、明治頃の祝い膳や雛飾りの掛け軸、江戸時代後期に発行された四国のお遍路を回るための身分証明書など、普段目にすることのできない貴重な品々が並んでいます。訪れた人の中には50年ほど前に同じ器具を使って機織りをした経験のある人もおり、昔を懐かしんでいました。また展示会場となった昔の風情を残す松浦邸、旧笠荘寺邸は1806年に伊能忠敬が笠岡諸島の測量を行った際に宿を取った歴史ある場所です。この展示は財団法人福武学術文化振興財団の助成を受け、ビジターセンターとして白石公民館などが島の文化を広く発信しようと開きました。展示は15日午後5時までで、14日と15日には旧白石小学校跡で糸紡ぎ・機織り体験も実施します。お問い合わせ先は白石公民館、電話 68-4519 です。